落ちてる。なんだよ。こんにちは、アワーライフジャパン&チャイナのチンムーと申します。今は久しぶりに息子と二人でお散歩中。ここは貨物列車が走る線路だけど、いつもめったに扱われない。だからみんなは普段は散歩したり道として使ってる。日本の感覚としてはダメだけど、中国ってことでご理解ください。まあ、日本人のパパと中国人のママの間に生まれたでしょ。うん。で、あ、そうだね。で、だからは、まあ、実際は半分は日本人で半分は中国人じゃないですか。でもみんなから日本人日本人って言われるでしょ。まあ、それはなんかどう思ってんの。まあ、言っても大丈夫けどね、うん、なんとも思わない。なんとも思わない何か言うの。まあ、言わない。いや、半分は中国人だよとか言わないの。まあ、言わない。そう。でも多分日本に行ったらね、多分また今度は中国人って言われるよ。あ、それはそうだ。だってあのお前の日本語は完璧じゃないでしょ、うん、だから日本人の人は あなたを見て中国人って言う。気にしない。気にしない。うん。でも日本人と中国人の子供だから、あの特別な人でしょ。名前も違うじゃん。中国人の中に。いや、中国人の名前でも、うん、僕みたいな名前あるよ。え？あるよ。でもチンムーはないでしょ。まあないけど。端木蓬梁とかある。 あの4文字ね、うん、でもみんなからあの先生とかからもすぐ名前覚えられるし、友達からもすぐ名前覚えられるでしょ、うん、まあな。それはいいことなの。まあ、まあいいことでしょ。いいことなのね。うん、ああ、じゃあいいよ。自分では何人だと思ってるの。半分。半分日本人、半分中国人。うん、でも20歳ね、20歳。え、18歳。なんか20歳みたい。うん、20歳になったとき自分で決めないといけないんで。今は全然考えてない。考えてない。うん、結構あるね。何があるの？日本は好きですか？うん。じゃあなんで日本語は勉強するの嫌いなの？それは勉強なの。いや、勉強じゃないじゃん。日本が好きだったら日本語
もっと知りたいと思うんじゃないの？全然思わないの？日本行って話できなかったら困るじゃん。まあな。じゃあ勉強しないとダメじゃん。ね。いや多分ね、こうやって話するの最近ちゃんとできるようになってきたでしょ。うん、でも字が読めて字が書けないと、こんなこ話だけするだけじゃないじゃん。日本行ったら。ちょっと。うんこ。で、だから今から勉強しないと。だって漢字も違うじゃん。中国と日本語の漢字。まあ、でもパパと一緒にいるときはいろいろ日本語を話そうとしてるよね。え？日本語で話そうとしてるじゃん。まあ、それはそうけどね。うん。パパが中国語喋れないから。まあ、喋れるでしょ。いや、喋る、少しはね。悪いところ。パパの悪いところ。うん、自分で、なんだと思う？勉強が嫌い。勉強が嫌いなところ。だからね、勉強だけじゃない。バスケットボールもそうだけど、努力ってわかる？努力そう。努力しないのに、ね、努力してないのに、試合に勝ちたいと思ってる。ね、勉強で言ったら、勉強家でしないのに、テストで100点取りたいと思ってる。わかる？100点取りたくない。いやいやいや、取った方がいいでしょ。100点取るにはね、努力しない。今一番高いは150点けど。あ、そうなの、うん、150点取りたい、取るには努力しないといけないのに、努力をしないので、でも150点取ろうとするの。多分ね、本当に好きなことがは努力するでしょ、努力するでしょ、うん、ゲームもウルトラマンが強くなるために努力してんでしょ、うん、毎日毎日、うん、それなんだよ。何か好きになったら多分そういう風にやるんだよ。だからいろんなことやって自分が好きなことを見つける。わかる？うん。人間ね、人間、うん、考える、思う、うん、思えば、うん、この頭で思うことによって、やれたりね、できたりできなかったりするんですよ。全部ね、自分の気持ちなの。気持ち。例えばね、これなんていうの、これなんていうの、これ、うん、グイダオ。グイダオのここからね、パパがいるところまで歩いてきてみて、この上を。ここ？うん、ちょっと待ってね。ここまで歩いてきて、落ちないで。できたでしょ？できたけど。じゃあね、もしこのグイダオがね、
家の一番高いところあそこから、うん、このぐこっち側の家の高いところ、うん、あそこにグイダオがありました、うん、その上を歩いてくださいって言ったら 歩けると思う？今みたいに落ちないで歩けると思う？知らん。知らんじゃない。どう思う？知らない。多分歩けないでしょ。落ちちゃうでしょ。落ちるか。だって今全然落ちなかったじゃん、ここ。ああ。でもあそこで、あそこにグイダオがあったら、落ちちゃうでしょ。まあまあまあ。落ちちゃうかもしれない。そう、それなんでだと思う？怖いから。そう。怖いし、もし落ちたら死んじゃう？うん。って思うからでしょ。今ここで落ちてもね、あ、失敗だってなるけど死なないよね。怖くないよね。まあ、だから成功したのよ今。もしあそこで落ちたら死ぬって失敗失敗失敗って考えてるから本当に失敗しちゃうの。わかる、うん、これが全部考える、考えたことね、気持ち、それによって結果は自エゴ、結果が変わるんです、うん、あれ？なんだ？そういうことなの。だから気持ち、考えたことを勉強ダメだダメだ、日本語もできないできないできないって思ってるとできないんです本当に。で、他の中国人の友達は日本語できてもこんにちはとかしかできないでしょ、うん、自分はできる、みんなより全然できるって思ったらもっとできるようになる。うん、まあな、うん、分かってきた、分かってきた。今はまだなんとなくでもいい。いつの日かパパが言っていたのはこういうことだったのかと思う日が来るなら嬉しい、ね、ちなみにね、日本ではこういうところ歩いちゃ絶対ダメよ、うん、あの怒られちゃうよ、うん、で日本とね中国のさ違いがね、うん、まだ分かってないでしょ、いろいろ。例えば、日本はさ、お箸とお箸で物をこう渡したらダメ、うん、中国知ってる、あ、知ってる、うん、中国も、まあうん、ダメけどね。あ、そうなの？まあ、絶対ダメじゃない、うん、ボディーマーだけ。あ、そうなの、うん、だそういうのがね、例えばあとお前の悪いところ、その中国の人ってあんまり謝らないじゃん。ん？謝る。ごめんなさいって。あんまり言わないじゃん。まあ、ママもそうだし。で、日本の場合はね、自分が悪くなくても謝った方がいいことが多いんですよ。本当、不思議だけど。日本行った時に謝った方がいい時に謝らないとうまくいかない時あるよ。気をつけないと。帰る？うん、帰ろう。走る？走らない。まだじゃん。あとはなんか面白いものはあるかな。面白いもの？ゴミの中に？ああ、だって男の子はね、うん、海の中とか、うん、なんか変なものも、うん、面白いものとか、うん、探すの、探すのは好き。そうだな、まあ俺もそうだった。あのパパの時、子供の時は、うん、あの秘密基地、秘密ってわかる？秘密、うん、
ミーミーだ。ミーミーディリーか。そうそう。それを作る。こういうところにあのゴミで落ちてる椅子とか机とか持ってきて、秘密基地を作る。秘密基地。秘密基地？うん。作ったことある？まあないけど、面白いのもの。探すのが好き？探すけど、書いたらママ捨てちゃう。あのね、何でもそうだけど、あなたは後でって。後回しにするんですよ、何でも。お風呂もそうでしょ、ね、うん、それはダメなの。先苦後甜。本当なのそれ。パパは46年生きてきて、それが分かったのよ。それを14歳のあなたに教えてるの。46年なの？46歳だよ、俺。え？47歳じゃないの？47歳だっけ？今何？何年？俺1974年。今は21。21だから。あ、そうだな。47です。自分の感覚でもしかない。関係なくなるのよ。30歳過ぎたらもう関係ないの。どうして？誕生日の日って楽しいの？嬉しいでしょ。ああ。もう30歳過ぎたらもう何の日でもないの。楽しくもないし嬉しくもないし。どうして？いやだってどんどん。プレゼントないから。いや違う。ケーキないから。違う。どんどん老けちゃうの。どんどん おじいちゃんになっちゃうから。1年を。30歳から？さ、だからどんどん。50歳じゃない？いやそうなんだけど、どんどんね。ラオ、うん、だから嬉しくないの。僕は君の父親であり、君の人生の先輩。伝えたいことがまだまだあるんだ。